どうも皆さんこんにちは。いよいよフルマラソンのシーズンに突入してるんですけど、今回はですねフルマラソンシーズン、フルマラソンの前にやっておきたいトレーニングの方法をご紹介したいなと思います。で、その方法なんですけど、ヤッソ800というトレーニング方法ですね。まあ、以前ですね僕の動画でも、アップしたことがあるんですけど、今回ですね、久々にまたやってみたいなと思います。で、方法なんですけど、例えばですねフルマラソン3時間30分を目標の方はですね、800メートルを3分30秒で走って、その次ゆっくりジョグ、まあ、レストをですね3分30秒でつなぐというのを10回繰り返すインターバル走になります。で、これをですね10回繰り返すことができたらフルマラソン3時間30分走り切る走力があるという目安になるという練習方法ですね。まあですね今回久々にやってみたいと思います。それでは今回もよろしくお願いします。僕の目標タイムなんですけど、一応まあサブ3は大きな目標として挙げてるんですけど、とりあえずですね近々の目標としては3時間10分を切ることを目標にしてますので、今日はですね 800m を3分10秒で走って、その次の 400m を3分10秒でゆっくりジョグでつなぐという感じで目標に設定したいなと思います。このヤッソ800とか、まあ、インターバルの練習全般に言えることなんですけど、こういうですね、GPS ウォッチがあった方が、スムーズに練習できると思います。なのでですね、まあ、持ってない方はぜひ GPS ウォッチを買われてですね、トレーニングされた方がいいのかなと思います。で、この GPS ウォッチにはですね、まあ、例えばガーミンとか、僕が使っているのはポラールという GPS ウォッチなんですけど、インターバルタイマーというのがあるので、その機能を使って、今回はですね、ヤッソ800を行いたいなと思います。よし、じゃあ1本目いきたいと思います。きつい10本の始まりですね。よーい、スタート。1本目終わりました。2分53秒いや、きつい。この調子で行きたいなと思います。今 400m ジョグ中です。2本目、2分51秒、上々。3本目、2分51秒、きつい。4本目、2分51秒、2分52秒。今までレストも3分カットできてますね。6本目、2分55秒。ちょっと落ちた。7本目、2分54。心臓が破れそう。8本目、2分54秒。こういうインターバルは、やっぱり足もきつくなりますね、後半になると。長距離にはない足の疲労感が今あります。本目、2分58秒プラス1本、頑張ろう。2分56秒、きつい。さあ、ということでなんとかヤッソ800走り切ることができました。いや、めっちゃきつかったですね。で、まあ、タイムはですねこの辺に貼っておきたいなと思います。で、 800m のですねアベレージのタイムなんですけど、2分55秒前後でいけたのかなと思います。前回ですねヤッソ800やった時は、確か3分7秒か8秒ぐらいだったんですよね。まあ、先々月とですね先月の走り込みが効いたのか、結構走力がついてきたのかなと思います。で、これからですねマラソンシーズン入っていくんですけど、まあ、それに向けてですね、皆さんトレーニングされてると思います。で、まあ、目標タイムがそれぞれあると思うんですけど、このヤッソ800はですね今のマラソンの目安のタイムが分かるとてもいいトレーニングになりますので、皆さんもですねぜひ挑戦してみてください。で、僕のですね、フルマラソンの、スケジュールなんですけど、2023年の1月に指宿菜の花マラソンで、その次2月に北九州マラソンで、3月に、佐賀桜マラソンに参加予定になってます。で、指宿菜の花マラソンはですね楽しみながら走って、で2月の北九州マラソンで3時間10分を目指します。で、佐賀桜マラソンでですねサブ3に可能な限り近づけたいなと思って、これから練習を積んでいきたいなと思います。
ということでですね、今回はヤッス800というトレーニング方法について、紹介してみました。これからもですね、いろんな大会動画とかトレーニング動画上げていきますので、よかったらチャンネル登録と高評価をお願いします。それではまたよろしくお願いします。バイバイ。